たします橋本はじめ監督、そして企画脚本をご担当されました川原蓮さんにお越しいただいております。では先にフォトセッションになります。さあそれではお二人にマイクを渡させていただきます。橋本監督、今回海外の方もいらっしゃるこの東京国際映画祭になるわけでございますけれども、この北斎を監督はどういうふうに伝えたいとお考えですか？So the question is to the director. We have a lot of foreign viewers, audience at this Tokyo International Film Festival. How do you want to convey who Hokusai is to these audience? 北斎、葛飾北斎という画家は僕自身の解釈としてはアーティストでもあるんですけど、アーティストである以前にエンターテイナーであると解釈しております。ですので、北斎が描いた絵を題材とし、北斎自身を題材としたこの映画は、僕自身はアートではなくエンターテインメント、そちらの方により重点を置いて、で、ぜひ多くのお客さんに楽しんでもらえる、そういう映画にしようと、心がけて作ってみました。川原さんにお伺いしたいと思います。今回その映画化するにあたって北斎を題材にしようと思った理由だと、今回二部構成というか成長がこう描かれているじゃないですか。そこをそういうふうにしようと思った理由も教えていただけますか？ So two questions to Ms. Kahara. So why did you decide to, the theme for 北斎, why was that decided? And this time it's in two parts, and so give us a little, share some ideas on why you decided to make it into two parts.そうですね、北斎、葛飾北斎は世界的にもちろんとても有名な芸術家であり、およそ世界で一番有名な日本人であると言えると思うんですけれども、その葛飾北斎についての、伝記的な映画っていうのはこれまでさほど作られてこなかったなと思いまして、あえてその葛飾北斎の人生というものを紐解いてみたいなと思ったのがこの作品を作ろうと思ったきっかけです。二部構成にした、その青年期、若い時とそれから老年期に分けたのはなぜかと言いますと、やはりその葛飾北斎を一番有名にした富嶽三十六景という作品に関しては、北斎が70代を過ぎてから書いたものなんですけれども、そのまさにピークといえるところを書くためには老年期を書かなくてはいけない。ただしやはり人の人生を書くので、その老年期を書くためには、若い時から何があったのか、どういう生き様を経てそこに至ったのかというものも書かなくてはいけないので、ぜひ若い時も書いてみたいと思いまして、青年期と老年期を二部構成の形で分け、もっと細かく言えば四部構成にはなってるんですけど、大きく分けて二部前半後半に分けて、そしてダブルキャスト、ダブル主演という形で監督と一緒に考えさせていただきました。そして橋本監督に今のお話を受けまして、ダブルキャスト、そうなんですよね、北斎の青年期と老年期を柳楽優弥さんと田中泯さんが演じられましたけれども、ズバリどんなところが魅力でしたでしょうか？ So if you can question to you to the director, of course it's a double cast about when he was young and also when he was older. So can you tell us a little bit about that?そうですね、非常に難しい質問というか一言で答えるには非常に難しい質問であるんですけれども、なんといってもお二人、ただどちらもものすごく目です。ものすごく魅力的な目、この目がセリフとかそういうことに頼らず全てを語ってくれるっていうのは、画家の目というか、その画家の目で切り取った世界をも眼差しが語ってくれるんではないかと、僕はその辺のところ映画の中でいろいろと込めてみたつもりではあります。 So regarding your question, it's a very difficult question. I can't answer it in one sentence. ということで、特別招待作品部門からクロージング作品にも選ばれております北斎のお二方でした。ありがとうございました。橋本はじめ監督、そして川原蓮さんでした。ありがとうございました。Tokyo Borderless TV.